株式会社、ノルトロックジャパンは、スウェーデン丸目に本部を置く、ノルトロックグループの日本国内における、現地法人。緩み止めワッシャーである、ノルトロックワッシャーをはじめ、ボルト締結関連製品の製造販売を行う。本社は、大阪府野大市。東京都品川区にも、東京オフィスを構える。1984年創業。あらゆるボルト締結の課題を共に解決する。 パートナーとなることを掲げており、製品の販売だけでなく、顧客へのテクニカルサポートも行っている。1982年、スウェーデンにおいて、摩擦を利用せず、機械的にボルトナットの緩みを防止するウェッジロックワッシャーを発明したノルトロックグループは同年、それをノルトロックワッシャーとして発売する。以来世界中に現地法人を設立しており、 現在日本を含む25カ国に現地法人を保有。その他にも販売代理店等の協力により、計65カ国で製品とサービスの提供を行っている。2011年にアメリカピッツバーグに本拠を置くスーパーボルト社。2015年にはイギリスウォルソールに本拠を置くボルタイト社を参加に収め、人間の力では締め付けが。 難しいような体型ボルトを直接引き伸ばすことで、低血力を得るボルトテンショナーが、機械式、油圧式の両方で提供可能となった。2016年には、スウェーデンオートビラベリのエクスパンダーシステム社が同グループに参加し、建設機械や工場設備等の稼働部の摩耗対策機能を持つピンであるエクスパンダーが提供可能となっている。日本の現地法人である。 ノルトロックジャパンは宮下博を代表取締役社長として1984年に大阪市西区で創業。2011年には品川区に東京オフィスを開設した。2016年には宮下博が社長を退任して会長職に就くとともにスウェーデン本部の指名により宮下進次が代表取締役社長に就任。 大阪オフィスもこれまでの大阪市西区から現在のみの市へ移転し、さらに多くの社員と製品在庫を要する社屋を構えた。この新社屋はスウェーデンの北欧建築をコンセプトにデザインされており、第28回日経ニューオフィス賞にて近畿ニューオフィス奨励賞を受賞している。株式会社ノルトロックジャパンは現在下記の拠点を有している。 ユンカー振動試験機ノルトロックグループは世界各地に現在6カ所の製品研究開発や各種試験を行うテクニカルセンターを保有しておりアジア地区ではノルトロックジャパンが大阪オフィスにテクニカルセンターを保有しているテクニカルセンターでは製品機能に関わる検証試験のほか顧客の使用環境を再現して設計上の計算と 作業現場での現実の間にあるギャップを検証する、通して顧客のサポートが行われる。超音波軸力計での測定、ノルトロックグループは、年に2回、ボルト締結に関連する知識の普及を目的として、技術情報や同社顧客の事例等を紹介する、広報誌、ボールケットマガジンを2009年から発刊している。また、2016年には、 日本国内における事例とノルトロックジャパンに在籍するエンジニアによる技術記事のみで構成した日本版の広報誌ジャパンボルテッドを刊行した。日本版ではトヨタ自動車で長年のジ締結を専門に研究を行ってきた工学博士坂井智司氏のインタビュー記事も収録されている。また、ノルトロックグループは ソーシャルネットワークサービス上での広報活動も行っており、現在日本国内向けには、ノルトロックジャパンの Facebook ページ及び YouTube チャンネルにて日本語動画集が公開されている。ありがとうございます。